本書四五線、本書四五線とは、軽度0度0分0秒と定義された基準の四五線、軽線を指す。2012年現在、国際的な本書四五線として、イヤーズ基準四五線が使用されている。本書とは、最初、主位という意味である。イヤーズ基準四五線が策定される、以前の国際的な本書四五線は、歴史的に、グリニッチ四五線が長く使われた。 これは、イヤーズ基準45線から西に5.3101秒、距離にして102.478メートルの位置を通過している。したがって、グリニッチ45線は、もはや本初45線ではなくなっているのであるが、2つの45線は、全地球的には極めて近いことから、現在でも、グリニッチ45線が、本初45線の意味で用いられることがある。 赤道や尻局という明確な基準のある緯度と異なり、経度には明確な基準が自然には存在しないため、本書子午線は人為的に設定する必要がある。過去には世界各地で様々な本書子午線が使用された。加えて、経度の測定には技術的な困難があった経度の歴史。本書子午線は180度経線と共に大円を形成する。 この大円により、地球表面は二つの半球に分けられ、本初四五線の東の半球を、東半球、西の半球を、西半球という。経度の気泡は、アレクサンドリアのエラトステネス、紀元前276年頃引く、紀元前195年頃トロドスのヒッパルコス、紀元前190年頃引く、紀元前120年頃によって考案され、地理学者、 ストラボン、紀元前63年頃から23年頃によって、数多くの都市に適用された。しかし、世界地図に一貫性のある経度を使用したのは、プトレマイオス、90年頃から168年頃の著書、ゲグロフィア、地理学が最初であった。プトレマイオスは、と呼ばれたカナリア諸島、成形13から18度などの大西洋の島々を基準とした。 アフリカの最西端、成形17.5度より西に、本書子午線を設定することにより、プトレマイオスの地図には、負の経度が現れない。プトレマイオスの本書子午線は、ウィンチェスター、およそ成形20度より西に18度40分の5線に相当する。この時よく用いられていた、経度観測法は、異なる国での月食の観測時間を比較する方法であった、月食は、 世界中で同時に観測されるため、プトレマイオスのゲオグラフィアはその地図と共に1477年にボローニャで初めて印刷された。そして初期の地球儀はプトレマイオスの地図をもとに作成された。しかし自然の本書子五線を確定するという試みは引き続きあった。クリストファー・コロンブスは1493年に大西洋の中央のどこかで 方位自身が薪田を指した時期変革が例になったと告げした。そしてこの報告をもとに1494年のトルデシラス条約でスペインとポルトガルの間で新世界の境界が定められた。トルデシラス条約で定められた境界はベルデ岬から西に370リーグの四五線に設定された。これがの1529年の地図に表されている。 遅くとも1594年のクリストファー・サクストンの頃までアゾレス諸島のサンミゲル島、成形25.5度が本書45線として使用されてきたが、この頃から磁気変革が例になる線は45線に沿って直線上に伸びるものではないということが分かってきた。1541年、メルカトルは41センチメートルの地球儀を作成し、カナリア諸島のフエルテベントラ島、 生経14度一部を通る箇所に本書子午線を引いた。彼の後の地図では時期の仮説に従ってアゾレス諸島を本書子午線とした。しかし1570年にオルテリウスが最初の地図を観光する頃にはベルデ岬のような他の島が本書子午線として使用されるようになってきた。オルテリウスの地図では経度は 今日のような整形180度から統計180度ではなく0度から360度であった。この経度は18世紀まで使用された。1634年、フランスの政治家リ主流はパリから西に19度55部のところにあるカナリア諸島最西端のフェロシマ本書死後線としたフェロシゴ線。不幸にもフランスの地図制作者がパリとフェロシマとの経度差を ちょうど20度に丸めていたことから、フェロシゴ船がフランスの本書シゴ船に採用されることとなった。18世紀初頭、ジョン・ハリソンによるクロノメーターの開発と正確な製図の発達により、海上における軽度の測定が改善された。製図については特に、初代イギリス王室天文館のジョン・フラムスティードが1680年から1719年にかけて作成し、 彼の後継者であるエドモンド・ハレーが広めた、天球図譜が多くの航海者によ、使われた。これにより航海者は、とジョン・ハドリーが開発した八分儀を使用して、によって、より正確な程度の測定が行えるようになった。1765年から1811年の間、ネビル・マスケリンは49班の、を刊行した。それは、グリニッチ天文台を通るグリニッチ死後線を基準と、 するものであった。マスケリンの公開年間は、ガツ巨法を実用的なものにしただけでなく、グリニッチ四五線を全世界の基準点とした。公開年間のフランス語訳では、マスケリンの計算結果をパリ四五線基準に換算してた。その後、鉄道網の整備が始まると陸域でも、地域共通の時刻が必要とされ始めた。イギリスでは、ロンドンの時間である、 グリニッチ平均時が鉄道の運行に用いる鉄道時間として採用が始まった。その後、イギリス全土で共通の時刻を用いるよう修練していった。これは、後の標準時の考え方の元となった。1850年、アメリカ合衆国は旧海軍天文台死後線を本所死後線に採用した。公海用には、グリニッチ死線を採用。アメリカは、 領土が東西に長く広い鉄道網を持っていたため、国内で統一した四五線を使うことが必要とされていた。一方1875年、国際地理学会はカナリア諸島フェルロを起点とするフェロシ五線を基準四五線とすることを決議した。全世界的に採用するには特定国の首都などは避けた方がいいという主張を受け入れたものだが、実際には、 カナリア諸島を起点とすると、パリを基準にするのとほぼ同じ意味になる、軽度差がちょうど20度のためという理由であった。しかし、この基準四5線は、フランス以外の国には非常に不評だった。1881年に最後開かれた国際地理学会では、カナリア諸島は、起点としては不適で重要な観測拠点となり得る、天文台を起点とする気がという主張が行われた。 1884年10月13日、アメリカ合衆国の提案で国際死後戦会議がワシントン DC で開かれた。投票の結果、グリニッチ原問題を起点とする案が採用され、グリニッチ死後戦は国際的な基準死後戦となった。この会議には日本からは菊池大六が参加した。フランスは中立国を起点とするよう主張したが、 フランスの提案地には重要な天文台がない場所が立ったため、この提案は帰り見られず、フランスは決議に危険した。他に、ブラジルも危険し、ドミニカ共和国は反対したが、他国は賛成した。日本では、江戸時代以前には、暦の計算や測量などには、京都にあった、海歴書という役所を通る、四五線を基準としていた。年に、 日本の基準死後戦は、東京の皇居、江戸城富士宮倉を通る死後戦にされた。1886年7月13日の直令で、グリニッジ死後戦を基準死後戦として採用することが定められた。フランスは1911年3月9日に、アメリカ合衆国は1912年8月22日に、グリニッジ死後戦を本所死後戦として公式に、 採用した。現在の国際的な本書死後線は、イヤーズ基準死後線である。1960から70年代まで、国際的な本書死後線は、グリニッチ天文台を基準としたグリニッチ死後戦だった。1884年10月、世界で共通に使用する、軽度・零度を決めるために、ワシントン DC で開かれた、万国死後戦会議において、 25カ国41名の代表者によってグリニッチ死後線を国際本所死後線とする子が採択された。グリニッチ死後線の位置は1851年に当時の大長ジョージ・ビドルエアリーが死後間、通称エアリー死後間を設置し以降観測を行った地点と定義されている。それ以前は第二代王室天文館、 エドモンド・ハレーが1721年に最初に観測した位置を45戦儀を使って継承していた。その地点はフラムスティードハウスとウェスタン・サマーハウスの間、天文台の北西端の角であった。その地点、現在はフラムスティードハウスの中に包含されているは、エアリーの45間から西に43メートルの場所であり、自覚にして約0.15秒の距離にある。 1884年、エアリーの死後間の位置が国際的な基準な本書死後線となった。グリニッチ死後線は地表から天文観測によって位置が決定され、地表の重力方向の延直線によって施行された。この天文観測に基づくグリニッチ死後線を呼び、グリニッチ平均時は当初はによって後に船でクロノメーターを運ぶことによって、その後には 海底ケーブルによる電信によって、最後には無線信号によって、世界中に伝えられた。現在の国際的な本書子午線は、イヤーズ基準子午線、ARM、イヤーズレファレンスメディジアンである。これは、国際地球回転、基準系事業、イヤーズによって定義、保持されている、測地系である、国際地球基準座標系、TRF の X 軸方向である。 アメリカ国防総省の運営する GPS の基準座標系 WGS84 の基準四五線もこれを用いている。イヤーズ基準四五線を基準にすると、グリーニチ点問題のグリニニチ四五線、エアリーの四五間は1989年時点で、西に角度で5.3101秒、距離にして102.478メートル離れた位置にある。このズレは、 グリニッチ四五線がグリニッチにおける局所的な延直を用いた局所座標形であったために生じたものである。アームは地震座標形であり、アームを含む平面は地球の重力中心を通る。GPS の前身となる最初の全地球広報衛星システムであるトランシット、アメリカ合衆国が1960年前後から開発は 1960年に策定された前、地球的測地系、地震座標系である WGS に基づき、その基準は、北米測地系1927による、基地局座標を用いた。アメリカ合衆国は1912年より公式には、グリニッジ子午線を本書子午線として採用していたが、トランシットを用いて1969年に、 グリニッチ四五線の位置を測定したところ、WGS は、また言い換えれば、北米測地形をそのままで、地震座標形とみなすことにすると、グリニッチ四五線から、およそ102メートル東にずれた死後線を本所死後線としていることが、明らかになった。これが、イヤーズ基準死後線となった。イヤーズ基準死後線の方向は、地球の大陸プレートの動きの荷重平均に追従する。 国際水路機関は1983年にすべての海図で国際地球基準座標系を採用している。本書四五線は北極点から北極海、ヨーロッパ、地中海、アフリカ、大西洋、南極海、南極大陸を通過して南極点までを結ぶ。地球と同様に他の天体の本書四五線も人為的に決められたものである。 クレーターのような目立つ目標ものはよく本書四五線に設定される。また、磁場に基づいて決められることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。